M8 小隊の二等兵です、はい、T 隊長です、 T 隊長です、はい、小隊今日はこちらですね、MBTI タイプ入門職場編、はい、金子書房さん、うん、いつも素敵な本をありがとうございます。こちらマイヤーブリックスタイプインディケーターのためのガイドみたいな本なんですけども、うんうんうん、こちらのを使ってですね、うん、今日はまた一段とタイプ論について、はい、まあ、知識を深めるのか、うん、私はこれ読むたびにどんどん深みにはまっていくんですけど、うん、俺は何タイプなんだって分からなくなっていく、どんどん分からなくなっていくんですけど、うんうんうん、ただまあ何でしょう、ステレオタイプ的に見ると使えるのかなと思います、うん、ステレオタイプ的にああこの人はこんな感じがするねっていうのもあるじゃないですか、うんうん、その傾向が強いみたいな、うんうんうん、ので言うと、うん、まあ ESFJ なのかなとは思ってるんですけど、うんうん、まあその辺でちょっと深めていければと思ってます、はいはい、で、こちらは MBTI を組織の場面でどう生かしていくかっていうのにを主眼に置いたものです、はい、で、MBTI の思考としては外交っていうのは人や出来事、うんうん、物事など自分の外の世界にエネルギーを向けますと、うん、で内向っていうのは、うん、内に生じる思い、思索、うん、思索っていうのは思って、作因するの策ですね、うんうん、思って探るみたいな、うん、で気持ちなど自分の内側にエネルギーを向ける、うん、で S と N でいうと、うん、物の見方とあって、うん、感覚っていうのは、うん、五感を通じて観察したり、うん、得られた具体的なことや事実から情報を得る、うん、で直感っていうのは関連性や可能性イメージなどによって得られた可能性から情報を得る、うんうん、ちょっと日本語変ですね、うん、関連性や可能性イメージなどによって得られた可能性から情報を得る、うんうんうん、はい。で判断の仕方としてシンキングとフィーリング、うん、T と F があって、うん、思考っていうのは対象から距離を置いて因果関係を分析したり論理性に基づいて結論を導く。でフィーリングの人は対象の中に自分を置いて人や自分の価値観や気持ちに基づき結論を導く、うん、で判断と知覚 J と P、うんうん、っていうのは外界への接し方とあって、うん、外側に枠を設けて順序立てで接するのが J、うん、で P っていうのは知覚的態度、外界のその場その場に合わせて臨機応変に接するっていうのが簡単に説明されてますと、うんうん、っていうのを見て、うん、僕はあの S だと思ってるんですけど、うんうん、僕は僕なりにシンキングしてるつもりなんですね、うん、はいはい、ちゃんと論理性を持ってるつもりなんですけど、うんうんうん、そのシンキングっていうから、はい、僕違うんじゃないかなって思うんですよね。ほう、要は感情と思考ってなんかこう相反するもの的な感じじゃないですか。はい、だけどこうシンキング考える人、感情の人も考えるじゃないですか。考えますよ。考えますよね。頭使ってますよちゃんと。で僕的には、はい、なんかあの効率重視なのか、はい、感情重視なのかみたいな。重視。重視。なるほど。だからこう論理的には考えるけど感情重視の人は感情重視して行動するわけじゃないですか。それ言った方がいいですよって思うんですよ、はい、この頭使わないわけじゃない感情の人たちが、はい、そうなん、もう、あ、うん、それ隊長が言いました、はい、一番に言いました、うん、二等兵調べですけど、はい、重視ですこれは、うん、だから効率重視っていうのはとにかく効率を重視したいという感情じゃないですか。はい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 、はい、うん、あ、そうですよね。そう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 、はい、隊長が一番に言いましたよ、はい、重視っていうのを重視、うん、二等兵調べあくまで二等兵調べですけど、はい、で今日タイプ別働き方編でやったのはちょっと手作りではあるんですが、うんうんうん、こちらの本で外交内交っていうのが職場ではこういうふうに考えますねっていうのがちょっと細かく書いてあるんですけど、うんうんうん、これまでに何度も挙げてきたので、はい、ちょっとここは、うん、割愛させていただきましてですね、はいはい、うん、ちょっと真新しいものとして、うんうん、思考の組み合わせによるグループ分けっていうのがあったので、はいはい、ちょっとその紹介をさせていただきたいんですけども、うん、はい、こちらですね、思考の組み合わせによるグループ分けっていうのがあって、はい、皆さん多分どこかで私は ESFJ だとか、うんうんうん、ISFJ だとか、うん、ある方が見てくださってる
っていう認識から始めるんですけども、うん、はい、それぞれのタイプは4つの指標で対になっている2つのうち、うん、個人が思考する一方を組み合わせて表されますと、うん、4組の対を組み合わせることになり全部で16通りのタイプになりますよねと、うんうんうん、でそれは、今出しているようなタイプテーブルと呼ばれているらしいんですね、はい、うんうん、これがタイプテーブルと呼ばれる表に並べることができますよと、うんうん、でこのタイプテーブルの構造を理解するとタイプテーブル上にあるデータを見るだけで、まあ、この人たちのグループがどんなグループなのかっていうのが分かるようになります、うん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 、でまず内向っていうのは上半分の横2段、うんうんうん、まあ、内向タイプ、そうですね、うん、っていうのがここですね、うん、ここが内向、内向、ちょっと線を太くしますね、ここが内向ですねと、はい、で下半分が外向、うん、ここですね、うんうんうん、ここが外向ですと、うん、で変わって感覚機能は左半分、うん、S、 で、はい、S で直感機能は右半分、うん、で思考機能は外側の2列ここですね、はいはい、で変わって感情機能は内側の2列、うん、ここですね、はいはい、で J は上と下、はい、上と下で変わって P は真ん中2つ、うん、はい、っていうのがタイプテーブルっていうのがありますと、はいはい、でこれを理解するといいよというのがあり、うん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 、まず一つ目まずこのグループ分けであるのが、うん、証言、証言、まあ、逆から読むと現象なんですけど、はいはい、ちょっと辞書で調べますね、はい、象と限界の限と書いて、うん、証言っていうのが書いてあり、うん、証言の意味はですね、うん、ただの分け方ですね、あ、はいはいはい、大した意味はなかった、大した意味はなかった、はい、申し訳ございません、はい、勉強になりました、でまずごめんなさいね、何を言ってんだなんですけどまずグループ分けで、この一つ目の分け方として、うん、このグループで分ける分け方がありますと、はい、まずそれの中の IS、うん、左上の IS グループと、うん、IN グループと、うん、ES グループ EN グループっていうのに分ける分け方がありますと、うんうん、なんで我々がいつもやってたのって、うん、4つに分けるのって SP とか SP とか NT、うん、SP、NT、SJ、NF っていうなんか4つの神様で分けてたんですけど、うんうん、まずこのタイプテーブルの中の分け方の一つとして、うん、この分け方、うんうんうん、四隅で分ける分け方があって、うん、まず左上の IS グループ、うん、はい、ISTJ、ISFJ、ISTP、ISFP の人は試作的な現実化っていうのがあります、うんうんうん、隊長ここにいますよね、ここにいます、ここにいますよね、はい、隊長、うん、今のところ、はいはい、でこの試作的な現実化のリーダーシップスタイル、うん、要は職場の中のリーダーシップスタイルで、うんうん、としては、うん、今その場で求められていることに注意を向けるとあります、はい、でこの人たちが職場に求めることとしては静かで内省できる空間、勤務体制や仕事の時間が規則的である、実務的なことの視点が活かせる、すなわち決められた手順があって例外もちゃんと記録されている、で文書で示されたことや方針として決められたことが尊重されること、うんうん、でこの人たちが関心を持つこととしては、うん、実際的な考え方、うん、でこの人たちの、学ぶ学習の焦点となることは、うん、現状や予想できる事態に実際に応用できることが学習の焦点となる、うんうんうん、で好む学習方法としては資料を読んだり観察すること、うんうんうん、で組織に求めることとしては、うん、実務的な管理や会計などから見出せる目に見える継続性、うんうん、で変化のきっかけとしては、うん、残されるべきことと変えられることの違いが明確になったとき、うんうん、
で、モットーっていうのは、うん、そのままにしておこう、うん、っていうのを聞いて、うん、ピンときました。まあなんとなくぐらい、すっごいがっつりピンとくるっていう感じではないですけど、はい、っていうぐらいですよ。この前神様やったじゃないですか、はいはい、うん、SP がバッカツでと、うんうんうん、それと比べてなんかご自身の中のその試作的な現実化魂は、ま、そこまでしっくりは来ないです。しっくりは来ないというか、はい、まあ、当てはまる、こう見ていくと、はい、聞いていくとこう当てはまるところはあるなみたいなのはありますけど。そうなんですよね、まあ、これは俺だみたいなのはそこまでは、はい、じゃあ ESFJ やってみましょうか。はいはいはい。っていうと、うん、ESFJ は二等兵、私がいると思われる ESFJ のグループは、うん、左下、はい、ESTP、うん、ESFP、ESTJ、ESFJ の、はい、ES グループは行動的な現実化があるんですね、うんうん、行動的な現実化、うんうんうん、リーダーシップスタイルとしては実際に行動に移すとあって、職場環境に求めることとしては活気があり人との積極的な関わりがある環境、うんうんうん、勤務体制や仕事の時間が規則的である、うん、計画を遂行するための視点が活かせる、すなわち、うん、実際に役立つことを実行することに時間を当てられる、うん、行動に移せることについて実際に話し合われたことが尊重される。ああ、うん、なんかここピンとくるな、うん、はい、で関心を持つこと、実際に役立つ行動、うん、っていうとなんかこれやってるとみんなそうだろうって思うんですよね。あ、ごめんなさい、ちょっと続けますね、はいはいはい、すいません。で、学習の焦点になること、うん、現在携わっている仕事の改善や向上に必要と思われることが学習の焦点、うん、好む学習環境、うん、学習方法、うん、実際にやってみる、うん、組織に求めること、うん、営業、生産、製造などから見出せる具体的な成果、うん、変化のきっかけ、さら、うん、なる改善と効率化を図ろうとするとき、うん、もっとまずはやってみよう、うんうんうん、っていうのがこの ES グループ、はい、行動的な現実化ですと、うん、じゃあちょっともう続けて他の2タイプもやりますね、はいはい、右上 IN ですね。 IN タイプは施策的な革新化とあります、はい、リーダーシップスタイルとしては何をしたら良いかについての考えやアイデアを挙げる、うん、で職場環境に求めることは、まあ、先ほど隊長の時も挙げた IS の施策的な現実化の時も挙げた、うん、静かで内省できる空間、うん、で、状況に応じて仕事の時間を決められる、研究的な視点が活かせる、うん、すなわち独自のやり方でできる、うんうん、で文書で示されたことや研究によって得られたことが尊重される、うん、関心を持つこと、抽象的な考えやアイデア、うん、学習の焦点になること、学ぶこと自体を楽しむ、うん、新しいものを作り出す喜びを得るために学ぶが学習の焦点、うん、で好む学習方法、資料を読んだり内省する、うん、で組織に求めることは研究開発などから見出せる先見性、うん、変化のきっかけは内面から湧いてくる将来のイメージが明らかになった時が変化のきっかけ、うん、モットーは違う観点から考えてみようが IN、うん、で EN 右下ですね、うん、ENFP、ENTP、ENFJ、うん、ENTJ の人たちのリーダーシップスタイルは熱意を表現する、うんうん、環境、職場環境に求めることとしては活気があり人との積極的な関わりがある環境、うん、その時の意気込みや勢いに応じて仕事の時間を決められる、うん、先駆的な視点が活かせる、うん、すなわち新しいことを試すのに時間が当てられる、うん、いろいろな環境を提案し合うために実際に話し合われたことが尊重される。で関心を持つこと、物事の仕組みや関連性、うん、学習の焦点としては自分の創造性や洞察を高めてくれるような興味が湧いて面白いこと、うん、で好む学習方法、
いろいろな考えについて話したり行動したりすること、うん、組織に求めることとしてはマーケティング広報や新規事業開拓などから見出せる新種性、うん、新種性っていうのは進んで取り入れることですね、うんうんうん、で変化のきっかけとしては今までとは違うことや全く新しいことに挑もうとするときっていうのが変化のきっかけ、うん、でモットーっていうのはとにかく変えてみよう、うんうん、ですと、うん、っていうのを皆さんいかがでしょうかと、はい、ISINESEN でちょっとタイプ分けしたらこういう分け方があるよっていうのがこの MBTI タイプ入門職場編のタイプテーブルでちょっと今紹介してみました、はい、っていうのを家で読んでいるときにですね、体調がいる場所は IS じゃないぞとちょっと思ったんですね、はいはいはい、要はよく我々がやるエニアグラムでタイプ9がまあまあそのままでいいじゃん、キープ平和をキープ、はいはい、っていうので、まあ、体調がそのままにしておこうよってやるんですけど、うん、体調どっちかっていうと、うん、やっぱり N じゃねっていうN 側、N 側、はいはい、なのあのちょっと変えようよ、うんうん、変えたらやってみようよ、うんうん、っていう人だよなっていうのを感じながらも、うん、あとはまあとはいえ、うん、なんて言うんでしょう、ステレオタイプ的に人を見たときに、うん、あこの人ってこのタイプだなっていうのは、うん、簡単に分けるときには使えるなと思ったんですね、うんうんうんまあ、タイプ論がそもそもステレオタイプに分けましょう的なところがあるじゃないですか。はい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 、うん、だからシンプルにすればシンプルにするほどこうステレオタイプ的に分かりやすくなってくるけど、深めれば深めるほど深んで深く考えるとどこだにはなりますよね、うん、どんどんこう深みにはまっていく、はいはい、うん